失ったアリスを背負い、俺はついにセントラルカスドラルの内部へ再び戻ることができた。俺たちは友情と合流しようと90階へ向かうが、青バラの剣の霊気によって凍りついた大浴場に彼の姿はなく、そこには石化した聖号騎士長ベルクーリだけが残されていた。次回、ソードアートオンラインアリスステーション。